ひしもんと一文字三つ星が入ってるの見えるかな。で、あのひしもんは、要は山口の守護だった大内家の守護代にあたる末家の家紋なんですね。毛利家歴史チャンネルへようこそ。これから一緒に歴史の旅に、いざ出陣。はい、皆さんこんにちは。今日は、今、徳山から、北に車を走らせて約30分ですかね、山の奥に長穂、周南市長穂という村があります。そこに、龍門寺という古刹、名刹があります。ぜひそこを紹介したくて、今やってまいりました。でね、その龍門寺はちょっと見てください。このように、昔はこんな橋なんかなかったんだよね。下には、錦川の支流ですね。この錦川が流れてるんですけども、そこを越えたところ、あの山奥、林の中をずっと抜けていくと、その古刹龍門寺があります。これなんでここに来たかっていう、あの説明はまた後でさせてください。だけどここはこうやって錦川に囲まれた、まあ逆に言うと天然の要害みたいな、守られたような、そんなような場所でもあります。じゃあトムさん行ってみましょう。はい、そうね、これバンジージャンプできるっていうぐらいね、あれだね、昔はね、旧道って言って下通ってたんですよ、道がね。この下を道が通ってたんですか。あ、ほら、右に見える。あ、小さく見えます。あ、見えるでしょ。だから昔は通ってて、下を通ってたんだね。だから、まあ400年、500年前の。で、あの、有名な、あの、岩国とかで有名だけど、あの、錦川っていう川があるんだけど、それの支流になります。で、この橋を越えると、まあ、この川を越えると、その龍門寺に行くんだよね。ただね、この橋にはちょっと曰くがあるんです。あとちょっとお話します。それ、ぜひ、ちょっと今日はオカルト的な話をしたいと思います。はい、トムさん。この、なんて読むか知ってる？これ。ふ、きょ、ん、酒、入る、三門、ですか。だよね。難しいでしょ。これね、君主三門に入るを許さず言うんだけども、要は、ニンニクを食べたり、ネギを食べたり、お酒を飲んだり、でそういう人はこの寺に入ることを許さず、要は、ここで修行することの邪魔になるので、そういう人は来ないでくださいという意味なんですよね。これが禅宗の寺に置かれているのか、もしくは他の宗派でも使われているのか僕は知らないですけど、ここの龍門寺は曹洞宗なんですよね。まあ曹洞宗って言うと禅寺だから、なんかそういうとこ厳しそうじゃない。なので一応ちょっとこの君主三門にいるを許さずというとこをちょっと説明させていただきました。はい、はい、それでは先ほど言った龍門寺、本殿というんですかね、本丸に到達いたしました。見てください、トムさん立派でしょ。立派ですね。はい、ちょっと後ろぐるっと行くと、また山門もすごいんですよ、この龍門寺。上の方にあるのは、ひし門と一文字三つ星が入ってるの見えるかな。で、あのひし門は、要は山口の守護だった大内家の守護代にあたる末家の家紋なんですね。で、隣が毛利家の家紋。この2つが入ってるのは非常に珍しいです。はい。まずこの龍門寺の生い立ちなんですけども、まあ、いろいろなところでお話しています。大内家の守護代であった末氏、山口県を治めてた大内家ありますよね。それの守護代として末家は、今の徳山からちょっと外れた新南陽というところあたり、和歌山城というところの城主でした。そしてそこの末家の当主が、ここ菩提寺として建てたのが始まり、今から500年以上前ですよね、にこの龍門寺を建てたんですけども、ここは曹洞宗のお寺です。曹洞宗の本山といったら永平寺なんですけども、ここは西国の永平寺呼ばれるほど当時は栄えていて、松寺も非常に多くてね、西国随一の曹洞宗のお寺だったと言われてるんです
で、なんで今日ここに来たかというと、この龍門寺、実は毛利元就が厳島の合戦で大内方末家というか末春方を滅ぼしますよね。で、その後末を倒した後に今度本格的に山口県を攻める防潮計略に進むことになります。そしてまあ、この近くに進間沼城っていうのがあるんですけども、その進間沼城を攻略した後、いよいよ末家の本城である和歌山城、これを落とすんですよ。で、その時に末春方、厳島で亡くなった末春方の息子末長房とその弟小太郎だか小次郎、この二人がね、その和歌山城を脱出するんですよ。そして逃げ込んだのが自分の菩提寺であるこの龍門寺だったと言われます。だから末家の老党を率いてここの龍門寺に、まあ、隠れ住んだんですよね。まあ、その後どうなかったかっていうのはちょっとそこ座りながら話そうかな。はい、いい。はい、じゃあ龍門寺の本堂の前に今来たんですけども、この龍門寺いろんな曰くがあります。こう、先ほどお話しましたけども、末家の残党を連れて末長房とその弟が、ここに隠れ住んでいました。で、先ほどご案内したようにここは川に囲まれた天然の要害じゃないですか、はい、だからなかなか攻めあぐねるんですよ。毛利家もここにね、末家の残党がいるって分かっただろう。だけども大内方から毛利家に寝返って杉っていう武将がいるんだけども、それが一計を案じるんです、うん、それが、この近くに周防神社っていう神社があるんですけども、そこのお祭りに踊りがあるわけです。お祭りの踊り、踊ってくる。そう、それに毛利家の軍隊がお祭りの踊り子に扮してこの龍門寺の中になだれ込んでくる。はあ。そして末家の残党すべてをここの龍門寺で打ち滅ぼした。なので今はここ建て替えてしまったんですけども、昔は血染めの廊下というお多分に漏れず、いくら拭いても血が取れない床があったとも言われているようなお寺でもある。要は末家の工房最後の終焉の地と言われているのがここの龍門寺であるということなんですよね。なのでここの裏手には末家の墓石がですね、かなりたくさん並んでいます。後でお参りしてみましょう。はい。でね、ここのすぐ隣がね、徳山カントリーゴルフ場なんですよ。これはね、以前父が、まあ、ここにゴルフ場を建てたんですけども、これは何でかというと、ここの仙台農場が、まあ、やっぱり当時まだお寺さんも檀家も少なく厳しい時代だったんですよね。ということで龍門寺は寺領が相当大きくある。なので父はやっぱり末家に対しての罪滅ぼしもしたいということで、ここの菩提寺の寺領を借りて時代をお支払いしながらこの徳山カントリーというゴルフ場を作った。今はもう本当ね、西国随地って言われてるのに恥じないこんな立派なチャレンジになって、もちろん後でご紹介しますけども、現中村俊光さんという和尚さんもとても立派な方で、ちっちゃい頃からよくしていただいてる和尚、まあ、そんな龍門寺なんですけども、さっきもお話したと思うけど、あの橋ありましたよね、はい、あそこなんですけど、要は、ゴルフ場の勤務が夜終わって、あそこの橋をどうしても通らなきゃいけない。で、父がね、よく車で夜8時頃、あそこ通ると、白装束の侍が立ってた。末家の。で、親父は多分あれは末だっていう。で、親父ってね、結構、そういうオカルトみたいな話しないし、そういう嘘言わない人だから、立ってたんじゃないかなって。で、俺はそれを聞いてたから、俺なんか結構残業してゴルフ場で夜11時ぐらいになるとそこ通るの怖いじゃないですか。怖いですね。だからドラえもんの歌とか歌いながらあの橋を渡ってた。怖すぎて。なるほど。可愛い。そうそう。でもね、そこのあのゴルフ場の例えば何番ホールは
人の合戦があった場所とか、本当そのゴルフ場の中も古戦場の跡地だったりするんですよ。杖が塹壕を掘ってた場所だとか、そういうなんか歴史のあれにも埋もれたこの龍門寺の周辺地。なるほど、うん、毛利と杖のそういう攻防があった最後のところだったので、どうしても今日はその龍門寺をご紹介したい、はいね、本堂もすごく立派なんですよ。ちょっと暗くて見えないかな。でもそういう意味でこの龍門寺はね、ぜひ一回足を運んでみてください。杖家のね、その一族の攻防、栄枯盛衰じゃないですけど、一時期杖家は本当にここ集団地区に君臨して大内家の代わりを務めるぐらいのね、守護代の地位もあれしたその大きな家だったわけで、その家がここで終わるというここの終焉の地、この龍門寺をぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。ちなみに杖家の家紋は獅子紋なんですけど、これは大内家の別れであるから大内獅子と似たような獅子紋になっている。そうこのね、あれ、あの宝物で、まあ、父が指導した、まあ、こうやって父はなんとなく杖の棒だよ弔おうって、あのね、父はいろいろな事業をやったりなんだったりしてあれなんだけど、そういうここが純真なんですよ。本当に杖のためにあれしようとか、あれし、あんまり私利私欲に走らなかった人だったので、そういうとこはね、また親父のことは尊敬しています。はい、はい、ここはもうすぐ龍門寺の裏手です。なんとなくね、杖家が立てこもって最後終わった終焉の地っていう感じがすごく出てるでしょ。でここに杖氏墓所って書いてあるんだけど、この龍門寺の裏手にこの杖氏墓所があるんで、今からちょっと歩いて上がって行ってみよう。あのちょっと歩くよ。この前のあの萩城ほどじゃないね、小高いちょっとそこを登ってきて、このひっそりした林を抜けた先にはこの杖、あのおそらく杖一族と杖を守った兵士たちの墓所になると思います。あの何か凛としてさめざめとしたものがあるけど、何か感動、感慨深いものない？ちょっとぐるーっと見て、ずーっとあるんですよ、これが。で、僕はいつも思うんだけども、例えば石田三成もそうだよね。関ヶ原で敵側になったばっかりに、やっぱり相手側のプロパガンダで悪いイメージが定着したり。で、多分に漏れず、末春方もそうなんです。やっぱ毛利家が勝って勝者になったばっかりに、末家に対してなんとなく悪かったからってイメージを押し付けて、やっぱり毛利家は勝者だから。でもそれが歴史なんだけども、やっぱりその敗者って言ったら失礼だけど、やっぱり亡くなってしまった末家にスポットを当てるっていうこともこれまた大事なことだと思うんです。末家は本当にここ巣を飛んだっていうところがあるんですけど、そこの和歌山城の城主として立派な城主としてね、仕事も務めてた立派な一族であったっていうことは必ず追記しておきたいとか付け加えておきたい、まあ、それを今日お伝えしたかったのと、私もね毎日遊んでるわけではなく、つとあるごとにこういうふうに杖家の墓所には手を合わせに来たりしています。なんていうのかな、これは勘違いかもしれないけど、やっぱり毛利家の一族の人間としてやっぱ杖家の人と心で話しに来るっていうか、500年の悠久の時を超えてね、その時に思いを馳せたり、その時の杖家の武将はどんな気持ちだっただろうとか、いろいろ考えることがなんかそういう人たちの弔いにもなるかなと思って、時々僕はここに来てはね、手を合わせに参っております。そんな末家墓所を今日はご紹介させていただきました。でも本当これ古い宝石だからね、形がもう当時のまま。そう、当時のまま見て、ここにちょっと書いてある。おそらくこれはお姫様だね。こっちがお殿様かな。郷土史家の人とかも見に来てるんだけど、断定はできてないんじゃないかな。でもいいでしょ、こういう虫の音とさ。きっとね、もしかしたら末家から見たら自分は憎い敵かもしれないけど、まあきっと500年っていう時が経って今は、なんか許してもらえてる気持ちになってんじゃないかなとか勝手に思ったりもしてる。
でもそれって大事だと思うんだよね。きっと何他の大名家は知らないけど、やっぱり毛利家としてやっぱり戦った相手にとって敬意を持つっていうことは大事なことで、まあまあもっともっとまだまだ知らない一族があると思うから、これからね歴史チャンネルを通じてそういうところも掘り下げていきたいと思うし、まあ今日はねそういう末家の攻防について、一族の攻防についても龍門寺を通してちょっとでも知ってもらえたらなと思いました。でもこうちっちゃいのにもさあるんだよドラマが。はい、そういうわけで今日は龍門寺の方をお邪魔したんですけども、ちょうどこちらにお嬢さん、ご住職さんいらっしゃいました。あの僕が若い頃からずっとお世話になってるお嬢さんです。なんと座禅をして肩にカツも入れて、はい、お説教もちゃんとしていただいております。お嬢さんは何歳になられた？ここの52歳。52歳。あの中村俊子住職でよろしいですか？そうです、はい、はい、中村俊子住職で、ご住職がすごいのはあの後ろのね山門もご住職の台に建てられてですよね。そうです、はい、何かあと龍門寺で特筆すべき点を最後。四季折々の花が咲いてます。今は、サルスメ110号のお花が今咲いて、8月はすごく満開の綺麗。あ、そうです、はい、ぜひ皆さんあの足を運んでいただいてもらいたいと思いますね。お嬢さんあのもしかしたらお嬢さんに会えるかもしれませんけども、その時にはちゃんと錠剤をよろしくお願いいたします。はい、お嬢さんどうも今日はありがとうございました。失礼いたします。動画をご覧いただきありがとうございました。楽しいなと思った方はチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。また様々な質問やご意見などをいただきましたら励みにもなりますので、ぜひお待ちしています。よろしくお願いします。